福島信幸は、日本の政治家。衆議院議員。元通産、計算官僚、元学衆院女子大学大学院非常勤講師、元筑波大学客員教授、株式会社 NF オフィス代表取締役。妻は、気象予報士の藤井南、茨城県日立市生まれ。茨城大学教育学部附属中学校卒業後。 茨城県立三戸第一高等学校に入学するが、神奈川県立鎌倉高等学校に転校し、卒業。一年浪人し1990年、東京大学に入学。一年の留年を経て1995年、東京大学農学部農業経済学科を卒業。同年、通商産業省に入省。2003年に退官。2003年11月の、 第43回衆議院議員総選挙及び2005年9月の第44回衆議院議員総選挙に、茨城一区から民主党公認で出馬。いずれも自由民主党の赤木徳彦に敗れ、比例復活もならず落選した。二度目の落選後、東京財団研究部ディレクター、筑波大学客員教授、学習院女子大学非常勤講師などを、 歴任2009年8月の第45回衆議院議員総選挙では、茨城1区から民主党公認で出馬し、3度目の対戦となった赤木を小選挙区で破って初当選。茨城1区で非自民の候補が議席を獲得したのは、初めてであった。2011年3月、日本のグランドデザイン研究会の結成に参加。同年8月の民主党代表選挙では、 馬ブ住スの推薦人となった。2012年の消費増税をめぐる政局では、6月26日の衆議院本会議前に、宮崎武史、福田恵里子熊田厚次、村井宗明と記者会見を開いて、消費増税法案には賛成できないが離党する意思もないことを表明し、同法案の採決では、党の賛成方針に反して反対票を投じた。 民主党は7月3日の常任幹事会で、党員資格停止2ヶ月の処分とする方針を決定し、7月9日の常任幹事会で、正式決定した。同年12月の第46回衆議院議員総選挙に、民主党公認で、茨城1区から出馬したが、赤木の後継候補となった自民党新人、田所義則に敗れ、広江復活もならず落選。 2014年12月の第47回衆議院議員総選挙では、茨城一区で、再び自民党の田所に敗れたが、重複立候補していた比例北関東ブロックで、復活して再選を果たし、2年ぶりに国政に復帰した。2015年1月の民主党代表選挙では、細野武史元幹事長の推薦人に名を連ねたが、細野は、 決戦投票で岡田克也に敗れた。2016年2月、民主党政策調査会副会長権国会対策副委員長に就任。同年3月、民主党と維新の党が合流して結成された民進党に参加した。同年9月の民進党代表選挙では、玉木雄一郎の推薦人となった。2017年9月の民進党代表選挙後、 離党を検討していることが報じられ、13日に大島敦史幹事長から異流を受けた際には、回答的な出直しを含めて、党運営のあり方を変えるべきだ。今の段階で、身の振り方は、全くの白紙だと述べた。その時点では、異流に応じ党に残ることになったものの、最終的には、民進党自体が分裂し、福島は希望の党に合流。 同年10月の第48回衆議院議員総選挙では希望の投公認で茨城一区より出馬するも自民党公認田所義則に敗れ重複立候補した比例での復活当選もできず落選2018年5月7日の希望の投開党に伴い無所属となった2021年10月の第49回衆議院議員総選挙では 無所属で、茨城一区から出馬した。立憲民主、国民民主など野党が候補を立てず、共産も、経営委員会が、福島の支援に回り、事実上の野党共闘が実現。自民、田所との一騎打ちを制して三度目の当選を果たし、再度国政に復帰した。11月4日、衆院選で当選した他の無所属議員4人ともに、 衆院会派、有志の会を結成した。ありがとうございます。